大阪府大東市。低い山のふもとに造成された住宅地に、ある問題を抱えたお宅がありました。石川家。この家が抱える問題、それは、3年前に、はい、主人が肺がんで亡くなったんですけども、自分までがんになってしまったので、すっごいその時はショックだったんですけど、でもなんか私、主人の分まで生きようってずっと思ってたので、今は死ねないと思って頑張ろうっていう気持ちは持ってます。夫婦2人で仲良く老後を過ごそうと、11年前、中古の小さな家だけれど、やっと手に入れた念願のマイホーム。でも、そこにもう夫の姿はありません。静かな家の中で、3年前から一人きりで暮らす石川さん。まさか、最愛の夫を癌で亡くすことなど思いもしませんでした。しかも悲しみが癒える間もなく、その2年後自分まで癌になってしまうなんて。このままでは死ねない、夫の分まで生きたい、そんな思いで必死に耐えた辛い闘病生活。強い意志で挑み、今年ついにがんに打ち勝ちました。しかし、石川家が建つのは周囲に隣家が隙間なく迫る住宅密集地。家の中まで光が届かず、昼間でも真っ暗。これでは前向きに生きていこうと思う気持ちもめいるばかり。大好きだった夫との思い出がいっぱい詰まったこの家で、明るく健康に夫婦2人分長生きしたい。そんな願いを叶えるべく、一人の女性が立ち上がりました。リフォームの匠、鈴木美智子。住まいを考えるときにね、人それぞれの思いがあると思うんですね。自分自身の人生とか、これから先の生き方とかね、その思いに寄り添うように生活している風景をイメージしながら、その人に合った居心地のいい空間を作っていきたいなといつも心がけてます。住む人それぞれに合った理想の住まいへと誘う彼女のことを、人は明るい未来のコンシェルジュと呼びます。悲しみを乗り越え、明日への希望を手探りする同世代の女性を、匠は一体どんな未来へと案内するのでしょうか。今日のこの日を今か今かと待ち望んでいた石川さん。あ、こんにちは。あ、はじめまして。よろしくお願いします。こちらの方、よろしく。嬉しい。ちょっと上がりますね。はい。建坪がわずか9坪しかない小さな家。玄関扉を開けてすぐ目の前に立ちはだかる階段は、いや、急ですよ。ね、なおかつこっちが開いてるから怖いですよね。そうですね。ここはね、上に仏壇。それのお花の水変える時に、持って降りてくる時に両手塞がるし怖いんですね。で、背中を当てて降りてくるんですけど、一段の高さがこれかなり高いですし、幅が狭いですもんね。で、キッチンがカウンターテーブルなんですけども、最初からですか。ここは多分リフォームされてると思うんです。前の方が、前の方が、これは狭いですよ、明らかに。こう体をよけないと扉が開かないですね。扉開いて目いっぱいですね、これ。窮屈なのは、料理を作ったり洗い物をする時だけではありません。
対面するキッチンカウンターに座ってご飯を食べる時もこんな具合。これ狭いですね、はい、これ当たります。これ何ですか？これはタオルとか入れてるんです。ああ、じゃあこの奥がお風呂になってるんですね。はい、脱衣所がないのでないんですか？ここで着替えて、はい、でタオル出して、出して。しかし、何より問題なのは家の暗さ。この台所には大きな窓が2つあるのにもかかわらず、どちらも開けるとすぐ手の届くところに隣家の壁が。そのせいで開けます、はい、うわ、真っ暗だ、ね、このお昼までこんだけ暗いんですよね。ちょっと辛いですね。暗いし寒いし落ち込みます、うん、通りに面した玄関脇の居間も窓の向こうに壁が迫るわけではありませんが、あ、真っ暗ですね。しかも南向きですよね。そうなんですね、はい、入るべきはずの日差しが入らない南向きの窓。明るい太陽の光を遮っていた原因は、窓の外に覆いかぶさるように前にせり出した広さが7畳もある2階のベランダでした。うん、暗いですわ。これここまで出てると暗いですよね。冬はやっぱり寒いでしょうね。寒いですね。これはね、冬の必需品でこれを履いとかないと足からジン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 冷えてきて、免疫力を上げるには体体温を上げろ上げろっていう風に書いてあるので、本当に家の中も外も同じ格好でないとこういう状態です。そうですか、うん、お写真すごいたくさんありますね。あちこち行かれたんですね。国内はまだほとんど連れて行ってもらいましたね。主人がアウトドアやったんで、それまでは私暗くてどこも行ってなくって、で主人と出会ってからすごい世間が開けました。そうですか。まあ、楽しませてもらったのにね。すごくご主人の思い出を大事にされてらっしゃる様子で、ご主人の思い出があるからこのお家に住みたいという強い気持ちを聞かせていただいて、私自身もね、何とかして差し上げたいなという気持ちになりました。夫と二人、ささやかな幸せを紡いだあの頃のようにまた明るさを取り戻すため、石川さんが用意したのは1300万円。明るい未来のコンシェルジュ、鈴木の挑戦が今始まります。村上さん、ちもさん、こんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。どうもよろしくお願いします。いや、まあ、これは狭いお家ですね、はい、でも光が入らない家っていうのは辛いですよね。言ってましたけど、落ち込みますよね。落ち込む。でまたこのベランダが邪魔なような、一番明かりが入ってくるべきところですよ ね、 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 ね。これちょっと開けると、まあ、ベランダなくなっちゃうんですけど、はい、この階段がまた危ないですよね、本当ですね。うちの親父がやっぱり酔っ払って帰ってきて階段から落ちて背骨やっちゃいましたからね。あ、そうですか、そのお父さんの前にこの番組があればね。本当だ。今回ご依頼がありましたのは石川家、築33年の木造2階建て、11年前建坪9坪と小さいながらも中古で手に入れた念願のマイホームに夫婦2人幸せに暮らしていた石川さんですが、3年前ご主人をがんで亡くし、昨年自らもがんを発症、一時は自暴自棄にもなりましたが、大好きだった夫の分まで頑張って生きようと心に決め、辛い闘病生活を耐え、重い病を克服しました。とはいえ完全に以前の体力が戻るわけではなく、体調に気を使いながらの心細い一人暮らし、壁のない急な階段や使い勝手の悪い窮屈な台所、脱衣所のない狭いお風呂など問題は様々ありますが、何より憂鬱なのは日当たりの悪さ。三方にぴったりと隣家が密接して立つ石川家は、唯一開いた南側の窓も広さが7畳もある大きなベランダが光を遮り、いつもいる1階は昼間でも真っ暗。
冬は家の中でも外と変わらない寒さに襲われます。亡き夫の思い出がいっぱい詰まったこの家で明るく前向きに100歳まで長生きしたいと願う石川さんのために、今回力を尽くすリフォームの匠は明るい未来のコンシェルジュ鈴木美智子さん。果たして匠はどのようなリフォームを施すんでしょうか。皆さんで推理してみてください。台所をちょっともっと考えた方がいいかなと思いますね。これは狭いですもんね。うちも窓開けると隣の窓がもう こうなんですよ。だからじゃあ間違えて2つ開けることないですか。隣の窓そう、もう隣の家の手が届くんですよ窓が。あ、そんな設計してるそうなんだから、うん、こうこの字型の吹き抜けにしたんです、うん、お家がこの時間の吹き抜けになってるんで、はい、じゃあそうですね。そうだと思うんですけど、これ吹き抜けですわやりました。初っ端から最後の答えがまあ分かったみたいな分かんないですけど、ワクワク Japan's exciting weeknights MondayLarge portions? Supersized? Bring it on! They'll destroy those stereotypes. Go! Chow down! Break the border! See Hokkaido's hotspots. Meet new people and share laughter. Find the fun outside of tourist spots. Hanging around in Hokkaido.This month, even more Ryoko Yonekura. A 35-year-old high schooler joins a normal school beset by troubles. Can Ayako save them? Back to school at 35. Ryoko Yonekura plays a tax inspector in the popular drama series and special, Hunt. Ryoko Yonekura Collections.More new episodes of the notorious variety show V.S. Arashi. Arashi's five members and a guest team attempt numerous giant-sized games in the studio. And don't forget about their interesting chats. Can't get enough of the popular idol group Arashi? Well, Waku Waku Japan is here for you. V.S. Arashi.密集した住宅地で暗さに悩む石川家。3年前に夫を亡くして以来ずっと一人きりで暮らしてきた小さな家の中が大勢の引っ越しスタッフであふれ、ようやくリフォームの実感が湧いてきた石川さん。夫婦で過ごした日々を思い返しながら一つ一つ荷物を片付けます。家が始まりましたね、引っ越し。いいですね。楽しみですか。なんか、どんなになるんやろうと思って。どんなお家になればいいなってあります？明るくて、過ごしやすくて、健康を取り戻せるような生活にしたいですね。やっぱり、何をするにも楽しまなきゃと思ってそんな石川さんを応援しようと、匠も手伝いに駆けつけました。こんにちは。あ、いよいよですね。はい、ありがとうございます、はい、結構かかりそうですね。結構思ってたより荷物があってびっくりしてます。いっぱいの写真を片付けするの手伝いましょうか。ありがとうございます。私やりますね、はい、これがどこに行ってた、サードって書いてありますね。出会った頃の、あ、そうです、若かりして出会った頃の主人が写真好きやったんで、よく撮ってもらって。あ、そうですか。まだいっぱいあるんですよね、これ以外に。もう置くとこがないんで押し入れに入ってしまってるんです。開かずにたくさんありますね。開かずのファイルになってしまってる。全部ご主人と一緒に旅行行かれた写真ですか、はい、そうです。
旅行好きのご主人に連れられ日本全国を旅して歩いた石川さん。旅先で撮った写真一枚一枚に二人の大切な時間が詰まっていました。きっちり見てらっしゃるんですね、コメントをね。そうです。カメラマンが下手なので頭がありません。帽子の頭がないですね。私ね、写真撮るの下手だから肝心な俺はどこにおるんやって怒られるんですよ。写真見てたらなんかそんなお父さんの声が蘇ってきますね。幸せだったあの頃、この家を買った時、二人で一緒にソファーを選んだ楽しい時間がまるで昨日のことのようによみがえります。愛する夫との思い出がいっぱい詰まった家だから死ぬまでここで暮らしたい、そんな石川さんの思いが巧みに委ねられました。そしてついに始まった解体。窮屈な台所はもちろん、脱衣所のないお風呂やトイレ、たった9坪の小さな家を南北に分断していた1階中央の水回りをすべて撤去。容赦なく壊されていく我が家を前に、石川さんが思うのは、悲しみよりも期待の方が強くて、はい、本当主人もなんでこんな寒いねっていつも漏らしてました。太陽がお友達の家がいいですね。そのためにはこの大きなベランダも取り払わなければなりません。こうして骨組みごとすべて解体。2階の床や壁も全部取って屋根と外壁を残し、家の中が梁と柱だけになると、あら結構明るいですね。やっぱ解体されると違いますね。もう2階からの光が差し込んできてるんで明るいんでしょうね。うん、この光をうまく下に呼び込むような工夫ができないかなと思いますね。うん、そう言うと突然残った柱を取り払うよう指示した匠。それも1本だけでなく、家の中に立っていた柱を残らず全て撤去。2階の床組をわずかに残し、四角い空っぽの空間にした後は基礎の補強。石川家の基礎にはもともと鉄筋が入っていませんでした。そこでその無菌の基礎に脇から鉄筋を打ち込み、それと一体となるよう内側に新たな基礎を増し打ちしたのです。土の地面にも鉄筋コンクリートのベタ基礎を敷き、足元をしっかりと固めました。そこに運ばれてきたのは何やら L 字型に組まれた大きな木材。それと同じものがもう一つ、家の中で2つを向かい合わせにすると鉄のジョイントを刺して1つにつなぎます。こうして組み上げられたものが家の真ん中に建てられました。
これ門型フレームって言うんですね。門型フレーム、はい、あの普通の耐力壁と同様の強度があるんですけれども、本来ならば壁を立てたいところなんですけれども、ところがここに壁を起こしちゃうと南からの光が遮られて奥まで光いかないということで、より光を奥まで届けるために壁を立てずに補強できる工法としてこれを選んでます。あくまでも光にこだわる匠のもとにまた新たな資材が届きました。それはところどころ小さな傷がついたアルミ製の柱や柵。これはもともとあったマルコニーの部材なんですけれども、もともと使われてたやつ、そんなに古くはなかったんで今回また再利用しようと思ってます。でもまたつけちゃったら光入らなくなっちゃうと思うんですけど、それも大丈夫です。光を入るように計算してます。はい、一度取り外したベランダをまた元に戻そうという匠。もちろんそれをそのまま使うわけではありません。2階の窓から通りに面して大きくせり出していたベランダを以前よりもサイズを小さくして奥行きを短く組み直そうというのです。両脇の柵も小さくなったベランダの幅に合わせて短く切断し、元あった場所に取り付けます。床材だけは慎重。塩ビの床をガラス繊維でできたグレーチングに変えました。通りに面した南向きの窓があるにもかかわらず、2階の大きなベランダに日の光を遮られ、昼間でも真っ暗だった石川家の1階はということでしょう。まだまだ使えるベランダの骨組みを無駄にすることなく、さんさんと日の光が降り注ぐこんなにも明るい空間へと生まれ変わったではありませんか。限られた予算の中、暗い家をできるだけ明るくしようと知恵を凝らす匠。今度は材木店を訪れ、長さ90センチ、幅4センチの角材の両脇を斜めに切断。断面の細い方の幅が 2.5 センチの台形になるようカンナで削って仕上げます。それと同じものが何本も作られました。匠は一体これを何に使おうというのでしょうか。いや、簡単に壊れましたね、これね。すごいですね。でもなくなると広いですね。そうですね、いらない柱っていうか、まあ邪魔なんで、門型フレームっていうんですか、あれで補強するっていう、光もちゃんと入りましたよね。入るようになったしね。ベランダの再利用あったじゃないですか。あれはちょっと感動しました。工務店の人が器用ですよね。あんなの素人がやったらぐちゃぐちゃになっちゃいますよ。本当合わないですよね。うちも半分にしてみようかななんて、やんない方がいいと思いますよ。匠は長さ90センチの角材をいくつも用意し、全て断面が台形になるように側面を削っています。一体あれを何に使うんでしょうか。皆さんで推理してみてください。天井、私もそう思った。あれをこう渡して上に、なんかガラスかなんかでこう光、奥のまだ光、そうです、はい、ワクワクジャパンズ July highlightsA humanistic drama depicting the passion of judges, proudly garbed in their black robes. Yutaka Takenouchi and Haru Kuroki star in Ichike's Crow. A gathering of delectable treats from Japan, the world's cuisine haven. Be it food from the sea or land, one look will have your stomach growling.
Regional Cuisine Marathon in Tokyo. Michiko Daimon is back, and with her, a three-month-long marathon of all six seasons of her hit medical show. This thrilling drama is a masterpiece, the Dr. X Marathon. The Takuya Kimura Special. Now in his prime, he steps in as host of this hit fortune-telling show. Then, watch him shine as he earnestly portrays a strict police academy instructor in a humanistic drama. July is full of Takuya Kimura charm! Ichikei no Karasu ni nare. Wakuwaku Japan をご覧の皆様、こんにちは。今回私たちは刑事裁判官として公平さを象徴するカラスのような黒色の法服に身を包みます。竹野内さん演じる型破りのくせ者裁判官と私が演じる堅物エリート裁判官による爽快リーガルエンターテインメントです。ぜひご覧ください。 Ichikei's Crow on Waku Waku Japan。 わー、おいしそう。わー、おJapan is the world's top cuisine haven, and Tokyo's brimming with tasty treats from across the country. Traditional dishes, satisfying backstreet food, and more. There are even stores centered around Japan's staple food, rice. Regional Cuisine Marathon in Tokyo.この日、リフォームが続く石川家の屋根の上に上がってきた匠。あそこです。あそこです。はい。匠が指さしたのは、気持ちのいい朝日を浴びる切り妻屋根の東面。そのちょうど真ん中あたりに、四角い穴が開けられました。そう、屋根の上からも、家の中に光を落とそうと考えたのです。80センチ四方の大きな天窓が2つ、そこから落ちてくる明るい光の下に作られていたのは新たな階段。天窓の光を1階にまで届ける吹き抜けの階段は以前と向きを変え、傾斜も緩やかに掛け替えられました。そこに届いたのは新しいシステムキッチン。これまで家の一番奥にあった台所を掛け替えた階段の脇、一階中央に場所を移しました。お風呂があったせいで、居間と台所が2つに分断されていた石川家。匠はそのお風呂と台所の位置を入れ替え、間取りを一新。広々と開放的に生まれ変わったキッチンには、お風呂にあった以前の窓をそのままうまく生かしました。空間ものすごく明るくなりました。ええ、かなり明るくなったと思います。うん、1階の平面の中心にキッチンを持ってきたわけなんですけれども、リビングと一体でワンルームで使っていただこうということで、南側の開口部もかなり大きく取ってますし、門型フレームを使ってますので、壁を作らずに構造補強して、で南からの光をできるだけ奥まで取り込めるようになってます。で、上に天窓を取ってるんですね、屋根の上に。はい、その天窓からの光を1階まで取り込んであげようということで、階段の吹き抜けもあるんで、まあ階段側からでも十分光は入ってくるんですけれども、はい、より一層光を取り込もうということで、床の一部をすのこの形にしました。このツノコなんですけれども、はい、この間工場でね、はい、斜めカットして作ってた角材なんです。ああ、なるほど、なるほど。これちょっと工夫してるんですよ。上の方が4センチで、下は 2.5 センチなんですけれど、見ていただくと分かるように、斜めの部分かなり光が走ってると思うんですが、影になる部分が少なくなるん
ので、より多く上からの光を1階の床まで落とすためにという工夫なんですね。なおかつ上は歩行で歩かれるんで、十分強度を保つためにそれだけの太さを確保しています。なるほど。それと同時に暖房効率も考えて硬板のポリカーボネートを張ってます。だからまあここの階段のところもガラスにされてたりとかっていうこと。そうですね、階段の部分もこうやってガラスで塞いでますし、階段の上り口もわざわざこういうふうな引き戸をつけて暖かい空気を上の方に逃さない操作をしています。だから一日のうちで一番長くいる場所がこんだけ明るく光が入ってくると、きっと気持ちも前向きで明るくなるんじゃないかなと、なっていただければいいなと思ってます。太陽とお友達になりたいという石川さんの願いを見事に叶えた匠。この日訪れたのは梅田のショッピングモール。なぜか隣には石川さんの姿が。二人で仲良く入っていったのは、こんにちは。カーテンやカーペットなどインテリアに関する生地を豊富に取り扱うお店のショールーム。どうやら何かに使う生地を選びに来たようです。一体何に使うための生地を探しにやってきたのでしょうか。これ天窓は正解ですね。正解ですか。これ正解です。だ上が厚く下が薄くと、すごい工夫ですね。そして光がたくさん入ってくる、あれ、ね、手間取り広くなりましたよね。そうですね。で台所が真ん中に行ったっていうことで、明るい方がいいですもんね。台所ね、どうしても台所って隅の方に、追いやられる、それを真ん中に持ってくるっていうのは、でお一人なんだから一番いい場所にドンとね、ここまで素晴らしいじゃないですか。すごいです、感動です。匠は依頼者の石川さんと一緒にカーテン生地などを扱うお店を訪れ、何やら二人で生地選びを始めました、一体何に使うための生地を選んでいるんでしょうか。皆さんで推理してみてください。ソファーじゃないですか。ああソファー、二人でこのお家がで買って、中古で買って、初めて買ったものってましたもんね、明かり対策もあったと同時に、寒さ対策ってあるじゃないですか、中にいてもあれだけのソックス開かないと寒いんですから、ちょっとそのカバーを作るとか、ソファーの張り替えとかぶせるものね、Enjoy tidying up with the family on Sundays. Four popular shows. First up is George Tokoro's broadcast. Homes that have gradually become all but impossible to live in undergo makeovers at the hands of creative artisans. The before and after. A messy house can burden your mind. Decluttering advocate Yamashita offers life advice while helping tidy up homes.Dan Shari. Houses overflowing with junk. Do you really need that? A show that helps families put their homes on a diet. Enjoy life to the max in a trimmer abode. House on diet. Three bachelors try their hands at homemaking. It's not as simple as it looks. From handling vegetables to efficient cleaning techniques, they're loaded with tips on domestic chores. Mr. Homemaker. Happy Sunday at home.Itching to travel somewhere? This show is for you. Popular comedy duo Summers goes for leisurely strolls around tourist hotspots. And boy, do they have a weakness for sweets. From crowd-pleasing souvenirs to local specialties, they go all out to bring you a full report. Hanging around with Summers too.All six seasons of Dr. X are set to air over 3 months. It's the mega hit drama starring Japan's most alluring actress, Ryoko Yonekura. In a medical world ripe with corruption, surgeon Michiko Daimon alone stands in opposition. But no one can object. Her groundbreaking techniques save lives. The Dr. X Marathon.
石川家のリフォームもいよいよ大詰め。この日現場に運ばれてきたのは何やら見覚えのある緑色のソファー。これ石川さんが以前使われてたソファーですね。もともとなんかもっとたくさんありましたよね。そうですね、 L 型でもう部屋いっぱい占領してたと思うんですけれども、はいはい、それをちょっと外しまして再利用で1列だけ使います。なるほど。確かご主人とこっちのお家に越してこられた時に、はい、一番最初にお二人で買い物に行って選んだ非常に思い出深いソファーですっていうことを言われてらっしゃったので、はい、雰囲気再利用させていただきたいなと思いました。あ、なるほど。石川さんがご主人と一緒に選んだ思い出のソファー、全部戻すとまた部屋を占領してしまうため、壁際にちょうど収まる1列分だけを残していました。と一緒に届いたのは緑色の柄が入った布製の生地。それは3つに分けられるソファー一つ一つの形に合わせて縫製された特製のソファーカバーでした。以前石川さんがここに座ってらっしゃった時にね、ソファーなんですけれどもビニールレザーだったんで肌触りがやっぱり冷たいからひんやりするんで、ね、毛布とか敷いてらっしゃったじゃないですか。でかなりビニールレザー自身も切れたりしてたんでね、ソファーカバーですね、カバーを作りました。あ、なるほど。そのために選ばれるのか。そうです、石川さんと一緒にお買い物をしまして、うん、ご主人の好きな色をお聞きして緑系がいいなということでしっかりめの生地で肌触りもいいのを選びました。あ、いいですね大丈夫ですもう会えないけれどたくさんの思い出があればきっとこれからも頑張れる、そんな石川さんの心を形にした匠のリフォームの全貌をご覧いただきましょう。え、ありがとうございます。Hosted by Takuya Kimura himself, these fortune tellers' accuracy will amaze. もうちょっとこう具体的に分かんないと思って良くなってもらいたいと思って。ですよね。本当かいと思っちゃうとね。すげえ、マジですげえ。絶対間違っちゃう。全然結婚したくないんですよ。Even Takuya Kimura is blown away. Let me tell your fortune special.Facts about Japan even Japanese people don't know. That ancient legend is true? You'll be astonished by this development. Tokoro, Japan. A 35-year-old high school girl? Darkness lies in high school life. Bullying, suicide, eating disorders. And a Yako Baba is here to take them on.She battles against the school castes, propelled by raging emotions. Back to school at 35. Nippon ni ikitai! Admirers from abroad are invited to their beloved Japan. A touching documentary of their time experiencing things only possible in person. Who wants to come to Japan?Care to put your house on a diet? Things you've accumulated can become junk before you know it. Are you in a tight spot? Tidying experts teach the marvels of keeping homes neat. First, pull everything out. In the blink of an eye, your home could look like this. Discover what's truly important. House on diet.静かな家の中で一人黙って食べる味気ない夕食。いつもそばにいてくれた優しい夫を3年前にがんで亡くし、
自らもがんに。しかし強い気持ちで病を克服。夫の分まで生きよう、そう心に誓ったものの、窓の外には空はなく、見えるのは隣の家の壁ばかり。通りに面したせっかくの南向きの窓も、大きくせり出した2階のベランダが青い空を見えなくしていました。そのせいで家の中は真っ暗、心の中まで暗闇が覆います。大好きだった夫の分まで長生きするため、明るく健康に暮らせる家に。そんな石川さんの思いに応えたのは、リフォームの匠、鈴木美智子。明るい未来のコンシェルジュによるリフォームの全貌をご覧いただきましょう。南向きに大きくせり出した7畳もの広さのベランダと、三方を隙間なく塞ぐ林家に日の光を遮断されていた石川家。匠は切妻屋根の東側に天窓を設け、以前あったベランダを小さく組み直すことで、最大の問題だった暗さを解消。何度もつまずいて転びそうになった危険な玄関前のアプローチは、入り口を狭くしていた邪魔な門扉や門柱を取り払い、階段の幅や高さを揃えるのはもちろん、安心して上り下りできるよう、通りから玄関にまで続く手すりも備えました。天井まである大きなすりガラスの玄関扉と、部屋の窓からの光を通すガラスの壁、たくさんの日差しとともに、そこには匠の優しい服に靴を履ける引き出し式のベンチも用意。病気を治し、これからは一人で明るく元気に生きていこう、そんな前向きな気持ちをすっかり萎えさせるほど暗かった1階は、匠特製のすのこの床を通って落ちてくる天窓からの光と、大きな南向きの窓からの光があふれる明るく暖かい日だまりの空間へと大変身。思い出のソファーが戻ってきた窓辺は、優しいご主人の声が聞こえてくる石川さんとっておきの場所。人生を楽しむことを教えてくれた最愛の人の笑顔が心まで温めてくれることでしょう。をコンパクトに抑えながらもスムーズに作業できるよう機能的にデザイン。鍋一つ出すのにも苦労していた収納も整理しやすく配置し、使いやすさにこだわりました。廊下側に壁がなく、もし足を踏み外すようなことがあれば大怪我を免れない危険な急階段は、傾斜の向きを変えて緩やかに掛け替え、階段下のデッドスペースも収納として有効活用。踏み板の高さを計算し、用途に合わせて様々なものがしまえるよう工夫しました。
裏の家の壁が目の前に迫り、窓があっても光の入らなかった北側の台所は家の真ん中に移動。代わりに奥へと場所を移した水回りは以前よりも大きくスペースを広げ、これまでなくて困っていた脱衣所はもちろん、ベランダにあった洗濯機もちゃんと洗面所に収まりました。つけながら椅子に腰掛けご飯を食べていたところ、これまでと場所を入れ替えたキッチンとお風呂の間、家のどこからも近い生活の中心に新しいトイレを設けました。以前トイレがあったのは新しくできたトイレのちょうど向かい側でした。そこが今度は向きを変えた階段の上り口になり、2階からもトイレが近くなりました。光を通すガラスの壁で塞いだ吹き抜けの階段は上り下りするのも安心。広いスペースがあるにもかかわらず、寝る時と洗濯物を干す時以外、日中ほとんど上がってくることのなかった2階。以前北側にあった寝室を明るい南側へ移し、寝起きが大変な布団からベッドの生活に。壁際に作り付けた畳ベッドは下に便利な引き出しがついた匠特製。愛する妻を一人残していったご主人もこの家なら心配ありません。二人の思い出もいっぱいしまっておけます。高さ40センチの窓を越えて出ていたベランダは段差をなくして窓を大きくし、楽に出入りできるようになりました。窓際の床もすのこにして1階に光を落とし、再利用したベランダの床もガラス繊維のグレーチングに。畳の間が襖で3つに間仕切られていたかつての2階は床を一面足に優しい杉板のフローリングに変え、壁に引き込むことができる建具をすべて開け放てば、一切段差のない奥の客間まで一続きの開放的な空間に。そして北側の窓の前に大きな姿見を引き出せば、そこが一転太極拳の稽古場に早変わり。端から端まで8メートル。大きく手足を伸ばして思う存分練習できます。石川さんが夢に描いた明るく健康に暮らせる家、果たして喜んでくれるのでしょうか。期待と不安を胸に石川さんが久しぶりに我が家に帰ってきました。お待たせしました。長らくお待たせしました。いよいよですね。いかがですか。ドキドキです。ドキドキです。はい。
て。ありがとうございます。こんなに幸せにできてて、もうちょっとお父さんのとこには時間かかりますね。ちょっと私ここでここで楽しませてもらわないといけないから。すごい光が入ってきましたよ。これ見てください。これ、あ、本当だ。どうですか、こんなのなかったんですか。なかったなかった、ないですよこんな光。この部屋の印象だいぶ違うんですか。違いますよ、全然違います。家の中で光浴びれるなんてすごいですよ。いや、すごい嬉しい。あったかいです。すっごい光が、うん、あったかい。これちょっと一瞬見落としてると思うんですけど、このカバー。このカバーね、なんか生まれ変わってますね。やっぱり色も良かったです。あ、そうですか。すごい。特注で。はあ、すごい。あ。電波ともついてます。すごい。あ、綺麗。いや、嬉しい。お。あ、わ、いや嬉しい。やはりあの石川の太極拳。はい。わあ、すごいいい感じ。よう見えるわ。昔ぶつかってばっかりいましたね。そうなんですよ。前はねここでソファーに当たりの何かに当たりのでやってたね。ガンガン前に行きますね。ガンガン行けますね。8メートルなんですか。明るいところで。こんにちは。あ。どうも、お久しぶりです。お元気ですか。はい、こんなもこんな綺麗な家にしてもらってありがとうございます。とんでもないです。本当にありがとうございます。なんとお礼言っていいかわかんないぐらいすっごい感動してございます。ごめんなさい、またまたとんでもないですよ。泣かないでください。ありがとうございます。ね、どん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 お元気になられて、はい、もうエンジョイしてください。ありがとうございます。主人の思い出と一緒に長生きします。家ができたらあれもしようこれもしよう、やりたいことがいっぱいありました。その一つがこれまで呼べなかったお友達を呼んでたわいないおしゃべりをすること、そしていっぱい笑うこと。たくさんの笑いじわを刻んでいつかお父さんに会いに行くから、その時まで天国で待っていてね。なんですかこのいいお話。素晴らしいですね。本当に石川さん嬉しかったんだと思うんです。ご主人亡くしてあの暗い部屋でどれだけの喪失感と悲しみと戦ってきたわけじゃないですか。一気に扉が開いた感じですもんね、これ ねきっと石川さんこれからお元気になりますよ。100歳まで生きれますよ、うん、生きてる意味がありますよね。この間取りがどうのこうのとかじゃなくて、石川さんの人生をどういうふうに匠の方が組んであげたかっていう、そんな気しましたよ。匠がどれだけ優しい気持ちを持ってるかってことなんですよ。あとお二方、ソファー正解ですか。あ、そうです。ありがとうございますよ。ソファー。で、あそこにご主人との思い出を貼って。ねえ、あのボードがいいじゃないですか、アクリルのね。お父さんの思い出と一緒に長生きしますとか、ご主人死んじゃってるから伝えられないけど、本当は伝えてあげたいですよね。こんなに愛されてますよっていうのね。そうそう。おじいちゃんが楽しみなのは、かわいい孫娘6人が遊びに来る週末。でも悩みは家の狭さ。今はまだ小さいから大丈夫だけれど、大きくなったらもうみんな遊びに来てくれなくなるのではと心配し、リフォームを決意したおじいちゃん。しかし、そんな心配など問題にならないほどの大変なことが。ああ、これは思ったよりひどいな。もう取れますよこれ。
避けちゃいました。あっちの家具もそうですね。もう家具という家具みんな走らないですよね。端末に浮いてますし、4本のうち3本、4分の3ダメですね。